久保さん、開けましたね、今日も。今日は有罪にしましょうか、有罪。有罪です。まあ、有罪って何かっていうと、うん、自分こうしたいと。こういうもの欲しいとか、こういうとこ行ってみたいとか、こんなことやりたいとか、こんな収入欲しいとか、もっとお金欲しいとか。 なんかそう思ってるじゃないですかでも思ってるけどやらない挑戦しないチャレンジしないそれって罪じゃないですか自分に対して有罪じゃないですかうん罪ですよだって自分はこうしたいと思ってるんでしょじゃあイメージしてください子供があんな学校行きたいと お金がないからお金がない理由でその子供がこういう学校に行きたいっていうのを潰すんですかそれは罪じゃないですかまあ100歩譲ってね例えばまあこまあ中ど,うどうだろうな高校生まあ高校生からまあ僕高校からバイトしましたけどうん子供っていうのはまあ一応その新聞配達とかもありますけども じゃあ,そのうんあんま許されてないわけですよ。まあ、バイトとかあ例えば18歳からとかねどうですかね 10, 10歳の子がうんなんかリアルで仕事するとかは無理じゃないですか、まあ、ネットはできますけどねネットはできるんだけども、まあ、一般的にあのコンビニのアルバイト深夜のバイト10歳の子できないですよねでも大人になったらいくらでもできるわけですよ。 だから稼ぐっていうこととは自由ななんですよ大人になると、まあ、さこの前成人式ありましたけど成人になるとねタバコも、うん、酒も飲めるみたいなねまあ基本的にその選択の自由はあるわけですよ子供に比べるとじゃあ自由がある選択の自由があるでも子供にはないでこの子供に対してお金がないからちょっとみたいな罪じゃないですかが自分が頑張れば それはかなえさせることができるわけじゃないですかどうですかねそれを何かのせいにしますか自由はあるんですよ稼ぎ方もいろいろあるんですよ稼ぎ方も自由に選択できるわけじゃないですか子供と違ってそう考えると罪じゃないですかうんそう何でもか何でもあ買い与える何でもどうのこうの っていうののは教育的にどううなのかっていう論争もあるかもしれないけれども、うん、僕はねあの、うん、久保さんが前言ってたんですけど何でもかあの欲しいものを買い与えて、えー、なんだもし子供がねぐれちゃう飛行に走る、えー、もしくはなんだ人を殺すとかねなんかそういう道に行ってしまうんだであるならば。 そもそも論としてそれが本当の原因なのかとそもそもとして根本的にそれはちょっと本質が違うんじゃないかみたいなねなんかそういう話をしてたような気がするんですけどうん例えばそのまあ,あの世の中に出てくる情報っていうのは視聴率が取れる情報なんですよ例えばその、まあ、僕もこれは うん、勉強して分かったことなんだけども、まあ、例えば芸能人の人がね芸能人の息子がよくなんかよくというか、まあ、出てくる情報が視聴率取るための情報なんでその薬物でやりましたとかねなんかそ,そういうのが出てくるわけじゃないですかでみんなはねあんなに裕福に裕福にどの子のとあのだからだよみたいな,なんかそういう気持ちにな,なってる人もいると思うんですけどじゃあ全員ですかと。 全員なんですかと裕福,の裕福の家に生まれた子供は全員ね不幸になるのか全員じゃないんですよねただメディアで出す情報っていうのは視聴率を取るための情報なんでそれが露骨に出てますけどもでも全員じゃないですよね多分1割2割だと思うんですよでも1割2割がパンチあるからそれを出して9割に見せてるっていうだけでうん じゃあ、久保さんの、じゃあ、大和君はね、プラレールだったかななんかもう全部あると。多分おそらくね、久保さんの大和君が、その、薬物やったりとか、飛行に走ったりとか、なんだろうな、うん、そういうのはないと思いますよ。僕のこれ、見解ですけど。<laughs> まあ、わかんないですよね、将来どうなるか。買い与えてますよ、いろいろと。大和君が欲しいもの。ね、久保さんね。<laughs> ね <laughs> 学校にもね、なんか、行かしてるじゃないですか。一般の人が行けない。 あんま行かなないような多分山本君はねすごいなんかすごい大人なんじゃないかなと僕は思いますけどねいろんなこと学んで人よりうんだからなんかそのその買い与えることがダメだっていうのはちょっと本質とずれてんじゃないかなと,であとそこはちゃんと教な,んのな,なぜじゃあ親父はねこういうことこういうのをおもちゃいっぱい買えるのかとか どういういいいいことととをやってかかかないといけなけのかとか逆に言うと他の人より多くのものを体験経験できるわけじゃないですかねまあ久保さんも言ってましたけどなんだいろんな遊び方をねいろんなものを手にするからいろんな遊び方だったりとかいろんな体験ができるわけですよそうじゃないですかじゃあ旅行にたくさん行ける子供行ってる、ね、行ってたら いろんな景色見たりいろんな文化に触れたりとかしてなんとか力がね増えるかもしれないだろうしうんだからまああれですよ大人になって僕はガキの頃 <laughs> 思ってたのは早く大人になりたいと思ってたんですね要は親,親の管理下で、まあ、僕,僕の家は貧乏でしたから大人になって自由になんかねお金稼げる なんだ <laughs> 職業とかもね選べるわけじゃないですか自分で社長になりたいみたいなね思ってましたよ貧乏だったからで周り見てね、あのー、羨ましいなって思ってたし逆に言うと僕はあのー、まあガキの頃でねガキの頃で済ませといてよかったなと思うんですけどもうんまあ友達のねミニ四駆盗んだりとかそういうこともしてましたよ あの劣等感というか、うん、なんでうちは貧乏なんだっていうでも大和くんは友達のものを盗むとかしますか僕はしましたよ多分大和くんは他人のものを盗むっていうことはしないと思いますよだって盗まなくてもあるんだから僕は盗みましたないからうんでもガキの頃で終わらしといてよかったですね,ね ばれ、まあ、てね、親と土下座してあの謝りに行きましたけど。うん。まあ本当思うんですけど、大人は自由なんですよ。選択はあると。で、その選択を使わない。やらない。そして、あだこうだ言っている。それは罪じゃないですか。うん。ちょっと朝っぱらからね、朝っぱらからちょっと深い話になってるけど、まあ本当思いますね。 大人は自由なんですよ。選択が。子供に比べれば。うん。稼ぎ方も自由。就職も、あのーじ、ある、子供に比べると自由じゃないですか。もちろん、その年齢制限があって、35歳までですよとか、一般的にあるかもしれないけども、別にそのネットで稼ぐとか自由じゃないですか。うんえ。投資、トレーダーやるの、トレードやるとかも、別に自由にできますよね。大人になったら、勉強すれば。 でも子供、子供で10歳で FX の証券講座とか海外とか作れるのかな作れないんやろな,な。<laughs> <laughs> 身分証出せみたいなね。<laughs> 身分証10歳みたいなね。<laughs> 大人になったら身分証出せるじゃないですか。子供で身分証出してもね、クレジットカードも作れないじゃないですか。10歳じゃ。でも大人になったらクレジットカード作れますよね。<laughs> うん。な僕は尾崎豊さんの15の夜っていうね。 あと卒業っていうね、何から卒業するんだとか盗んだバイクでこう行くとかなんだろうなあの歌詞がすごく好きなんですけどなんかね子供の時って自由じゃないんですよね。うん、だけど大人から子供を見るといいな何も働かなくていいな遊んでるとかね なんかガキの頃に戻りたいなみたいいいななみ思思うう人多いと思うんですよまあ昔僕もそうだったんでなんか社会に出てこんなに社会って大変なのかなと思ったりとかしたしなんかうんでも子どもの時は大人になりたいなと思ってたしでも今いろいろ統括して思うことは大人が最高ですね <laughs> 大人以上のものはないとうんなぜならば選択ができるからです そしてその選択をしっかりしてや,やればほぼお叶うとでも子供は選択ができないんで親も選択できないしね生まれてくる親を、うんうん、有罪ですよ有罪い <laughs> ってらっしゃい